はい、続きですね。負けた時こそ胸を張れというテーマでいただいたんですけども、私もね、全力でやったんだったら結果が負けたとしても誇り高い負けだと思うんですよ。もちろん一定の結果は出さないといけないし、やる以上は成功させないといけないと思うんですよね。まあでもですね、やっぱりこう前のめりと言いますか、意味のある失敗と言いますかね、あの今日は叶わなくても明日のエネルギーになればそれは結局勝ちなんだろうと思うんですよね。今日負けて今日やめてしまえばそれは敗北で確定しますけども、やっぱり逆転するチャンスっていつもありますし、何よりもね、その失敗からどんな自分を育てていくかってことがものすごく重要なんだと思うんですよ。もちろん私の持論の中には、失敗は成功の母に対してものすごく否定的な考えがあります。なぜなら失敗しすぎるともうやるのが嫌になっちゃうからなんですよ。できれば生まれてから死ぬまで全部成功がいいに決まってるんですよ。失敗から学ぶことよりも成功から学ぶことの方がむちゃくちゃ多いと私は思っています。なぜなら頂点に立たなければ山っていうのもね、登り詰めなければ景色が見えないんですよ。それをですね、途中で下山してしまえば、下山したことによるいろんな学びがあるでしょうけども、この頂点まで、頂上まで登り詰めた時のその見える景色、経験、頂上まで行った人とのコミュニケーションっていうのは測れないと思うんですよね。ですので私は基本的には、成功者にしか分からない世界があるっていうのは、これはね、本当そうだと思います。登り詰めた人にしか見えない景色があるっていうのは、それは本当そうだと思います。でも誰もが成功できるわけではないですよね。誰もがゴールにたどり着くわけではないんですよ。だったらたどり着かなかったゴールに対してどれだけの多くのことをね、そこで受け止められるか、どんな自分の敗北をこうごまかさずにそこからね、抜き出せるかってことが非常に重要だと思いますし、ダメだったらそれなりの、まあ、罰を受けるではないですけども、リスクを覚悟したわけですから、それを被る、ケツを拭くっていうのはね、必ずいると思うんですよ。だからそういうことの繰り返しの中で覚悟が生まれて、緊張感っていうのが維持されるのかなと思います。そして失敗した時の苦しみとか苦痛とか、多くの方に対して申し訳なかったっていう気持ちが次のエネルギーになると思うんですよね。だからね、何をやっても無駄にならないと言いながら、何をやっても無駄にしている人生っていうのが結構多いんではないかなと思うんですよ。そして無駄にしたことが多いのにそれを認めずに、あの時はあれで良かったんだとかね、やるだけやったんだみたいなこと言いますけども、やるだけやったのはそれはいいんですよ。やるだけやったのはいいんだけども、じゃあできなかった部分にどうフォーカス当てていくのかなってことを、やっぱりね、残していかないといけないかなと。だったらなんかね、何回も失敗しないわけですよね。まあ私はね、いつもこう思います。ネットワークビジネスに誘われて失敗して、在庫を抱えて借金を抱えた。今度は情報商材ってのが出てきたと。ワンクリックで儲かるらしいぞっていう風にしてね、でインターネットビジネスの世界に飛び込んだ。でもやっぱりそこで教材買ったりとか、無意味な勉強会にいっぱい出て、まあね、ほんと疲れ切ってしまった。もうダメだと思った時に、その暗号通貨ってできた、今度こそと思ってね、結局暗号通貨でもうやられて、 ICO みたいなもんで吸い取られて、今ではウォレットってものにもね、騙されてるわけなんですよ。ウォレットでなんかお金が増えるやつがあるでしょ、出金されないでしょ。だからそういうのはずっとパターンできてるんですよ。全然学んでないんですよ。会社で搾取され、副業と思ったネットワークビジネスで搾取され、ネットワークビジネスは詐欺だと思ってインターネットビジネスの世界にたどり着いて、コンピューターだ、最先端だと思ったらそこでもやられて、で暗号通貨みたいなね、今度はね、金融革命だとか言ったら金融革命やられて、もうね、どこに行ってもやられちゃうんですよ。それはなぜかっていうと、反省をしないんですよ。なんでやられたか、自分が何に対して確信を感じたのか、そして確信を感じさせるためのマーケティングメッセージは誰が作ったのかっていう風なね、分析していけば、これ全部心理学ですから、どういう風に気持ちを動かすかってことを、この世の中にいろんな罠が張り巡らされています。むしろね、自分が内側から求めるものに対してリーチしていくんだったらいいんですよ。でも人がわざわざね、隙をついてセールしてきたものに乗っかっちゃうみたいなね。これはね、同じパターンなんですよ。いつも同じパターンです。自分がポカーっとしたらなんかメールが届いて、訪問が来て、こんなんいいですよって言って、なるほど、そういうことなんだ、いや自分しか知らなかったみたいになっちゃいますけども、そういうのがだからアウトなんですよね。学んでいかないといけないと。むしろ自分の内側から、世の中では誰も認知してないけども、こういうことなんだろうなと、それを求めていって、インターネットを利用して積極的に、リーチして手を伸ばし続けて、これだと掴んだもの、それがやっぱりリアルになっていくんじゃないかなと思うんですよね。これはね、やっぱり、私がこの春手に入れた、トランザムね、ナイト2000に対して本当に思うんですけども、ナイト2000なんて私に対してね、誰もセールスしてきてないですからね。で、どこに売ってるかも分かんないんですよ。私がね、もうわざわざ自分の手で調べて価格調査して、中古の相場を知って、もういろんな調べてたどり着いて、自分でわざわざ頼まれてもらえるのに、埼玉県まで、広島から埼玉まで行って現車を見て、それでもうね、いろんなところがもう古いわけですよ、見るからに。
古いなりに手入れがしてあるんですよ。でもしかしたらこれは保証期間なんてないし、サポートなんてないし、部品の交換もないと。どこかを壊しても今度ね、数ヶ月数年という単位でしかパーツが入ってこないかもしれないってことを覚悟して買うわけなんですよ。もう全然不満がないですよね、それに対しては。だからこういうふうに自分の内側から求めたものをやっぱ探していくっていうんですかね、それによって行動するってことをしなければならないのに、他者からね突き動かされたもので、もう完全に操られちゃってパペット人形みたいになってしまうってところがねありますよね。もうそれも程度によるんですよ。私もね、ナイトライダー欲しかったのはテレビプログラムってものに触発された少年時代があったからと、やっぱその通りなんですけども、やっぱり通常その少年の夢って消えるわけなんですよ。私はね単純に消えなかったってだけなんですけどねまあそういった形でね、内側から出る思いっていうのが、最初はきっかけは外から来たものかもしれませんけども、このね何十年にもわたってこの中で燃え続けてるものって、結局その何十年思い続けてるっていう凡事徹底が結局ゴールにたどり着かせるのかなと思ってるんですよ。これがね山の頂上に登った状態なのかなとも思いますよね、ただね頂上に登ったらまたもっと高い山が見えるんですよね。困ったもんですね、それでは今回はね、山登りに例えてみました。負けた時こそ胸を張っていただきたいと思います。そうでなければね、次の道っていうのは見えてこないです。では失礼します。